あのちょっと MC でつながしていただきます。フェアウィンドと申します。今日はようこそお越しくださいました、足元の悪いなで、呼んでいただきまして、トライアドの方どうもありがとうございます。今日だから、イベント名は濃い目ですか、いや爽やかですとか、なんかイベント名だったようなんですけれども、私たちも爽やかにいけますでしょうか。爽やかに行かせていただきたいと思います。薄めです、まだですか、薄めですとか、何が頭ごめん、その辺なんか言うたらあかんこと言ってしまってすいません。その方は傷つくんで、ごめんさん、ほんまやん、ごめん、忘れてた。そうですね、あ、準備 OK ですか。
と申します。こんばんは。本当にようこそおいでいただきました。ありがとうございます。濃いめは濃いめですか、爽やかですか。爽やかにいきたいと思います。今日はですね、サンバンドさんのうちのトリを務めさせていただくということで、本当に責任重大というか、一つ目 のお二人もう心ガシッとつかまりましたね。素敵な演奏でした。すごかったよな。ほんますごかったでしたね。うちも約1名のバイオリンを小学生あんな風に弾いてやってたら、ちょっと違うねんとか何が違うねんって、まあ、レベルが違うんですよね。そうそう、いやもうあんま素晴らしかったです。ありがとうございました。そしてですね、2つ目のアットフラワーさん、もうなんか選曲といい、なんていうんですか、ね、コミックすごかったな。そんなこと言うてへんよ誰も。でもなんかね、心を和むね、音楽をたくさん聴かせていただいて本当にありがとうございます。私たちもこのツーバンドさんに負けないように爽やか、はい、心を込めていきたいと思います。コミックバンドじゃないますか。うちちょうど真面目なコミックバンドはどこにもいません。ということで、私たち古内東子さんというシンガーソングライターの女性 のコピーバンドなんですけれども、古内東子さんご存知の方いらっしゃいますでしょうか。あ、すごい、素晴らしいですね。いつもなんか一人おるかなみたいなそんな感じなんですけど、いや嬉しいですね。古内東子さんの楽曲、彼女はですね、ラブソングの女王とかそんな風に言われて今も言われてるんですけど、素晴らしい、ロマンチックで切なくてもうキュンとなるような、ちょっとこの年代、20年ほどちょっと遡っていただいたらキュンキュンした、今でもしてはるかも分かりませんけど、そういうキュンキュン、もう恋にキュンキュンしたその頃の思いをしたいですね。あなたはでもしない方が、奥さんいたいですよ。奥さんとしてくださいみたいな、そういうロマンチックで切ない名曲の数々をお届けしたいと思います。ご存じない曲もあるかと思いますが、歌詞とか本当にいいんで、じっくり聴いていただけたら幸いです。初めに大丈夫という曲をお聴きいただきました。次はですね、ちょっとしっとりとしたバラードで、会いたいから。